茨城県道、栃木県道54号明けのままた線は、茨城県筑生市から、栃木県小山市に至る県道である。筑生市、明けの地区から、石城地区、有城市南部の江川地区を通って、小山市のままた地区へ至る。筑生出自地内で、国道294号上層バイパスと平面交差し、小山市、東の電磁内で、新4号国道と立体交差する。 途中、結城市場山川地区と畜生市関、元上地区の間は、絹川を越える橋がなく分断されているため、往来にはすぐ南側の茨城県道23号、畜生三和線に架かる絹川大橋を経由する、必要がある。2011年1月29日、小山市ママタ地区で整備が行われていた、まま、滝田通りのママタアンダーが完成し、 バイパス部が全線開通した。これにより、終点付近の境外な状況が改善された。茨城県道54号明けのママタ線、結城市城山川栃木県道54号明けの、ママタ線小山市東ママタ付近福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。